1時45分夏休み1日目おはようございます。ちょご飯食べて着替えようということで、夏休み1日目おはようございます。ここにニキビの薬あるんですけど気にしないで。いや、お前誰だよと思いますよね。いや、自己紹介は後でするんで後まで見てて。てか、嘘だ。入ってないな、多分これ。よし。はい、ということで、結構いろんなことしてたら結局もう今2時になっちゃったんだけど、とりあえずじゃあ自己紹介から、さっき言ってた自己紹介からやっていきたいと思います。自己紹介か。出身は静岡県で、高校はで、今大学は通っていて、で、今、大学2年生です。好きなこと、部活とかか。サークルじゃなくて、部活は中高ソフトテニスで、大学でもソフトテニスサークル入ってます。で、なんで、こうやって今、YouTube に動画出したいのかっていうと、まず、YouTube って、まあ、皆さん同じだと思うんですけど、すごい身近にあるじゃないですか。暇な時見たり、課題しながら見たりと。そうやって、ずっと見てる側だったんだけど、大学生になってから、自分もこうやって撮る側に回ってみて、やってみて、ね。とりあえず YouTuber になってみたいっていうのがすごく強くて、やってます。今大学2年生で、この夏はなんか夏休みに頑張ったっていうものを残せるように頑張りたいって思って、YouTube 始めてみました。同じ年代の方たくさんいる中で、すごい活躍されている方たくさんいて、そういう人に僕も近づけたらいいなってことで、始めてみました。友達からしたらこいつ何やってんだっていう、なんか笑われちゃうかもしれないけど、見てくれる人が一人でもいたら、まあ、僕は嬉しいし、こうやって自分で編集もするつもりで、スマホで撮ってスマホで編集して、その作品、一つの作品を誰かに見てもらえたらいいなっていうスタンスでやっていけたらなって思います。